も、しらすたまです。シャムでございます。二人合わせて、しらすチャローです。はい、というわけで、ついにチャムが日本の里帰りから到着したということでね。いや、よかったな、チャム。はい、無事に帰ってきて。よくぞ帰ってきてくれた。はい、本当に皆さんにはご心配をおかけしたんですけども、まあね、本当に前回やったのと同じような感じでチャムの里帰りだったということで、すいませんでしたね、皆さん。ねえ、僕としてはね、冗談のつもりだったんですけど、だから本気にね、心配してくれた方もいたみたいで、いや、申し訳なかったっす。うん、でもこのご覧の通り、僕ら仲良くやってるんです。ねえ、はい、というわけでですね、まあ、しらすたろチャンネルまた新たな展開始まるということで、今日はですね、僕らの最近嬉しかったことを3つ発表するという企画でございます。はい、これ誰が聞いてね、面白いんだって思うかもしれないけども、まあ、40代のブラジルの田舎で暮らしている夫婦が最近どんなことに喜びを感じたのか、それを皆さんとシェアしたいと思います。それではまず僕から行かせていただきます。まず第1位、それはね、チャムが帰ってきてくれたことですね。もともとね、2ヶ月の予定だったんですけどね、だからまあね、2ヶ月の間僕も結構気楽にやらせてもらってはいたんですが、やはりね、ね、まあ、寂しいですよね、チャムがいないと。なのでチャムが帰ってきてくれたことはね、なチャム、はい、素晴らしいことだな。はい、しかもおやつをね、いっぱい持って帰ってきてくれたんですよ。例を挙げるとこれですよ、アルフォート、これとか果汁グミとかね、ピュレグミ、そういったアイテムをたくさん持って帰ってきてくれて、やっぱ美味しいですね、日本のお菓子は。ちょっとな、脂肪ついてきちゃったぐらいだな、私な。最近はもう夜、夜な夜な、チャムが持ってきたお菓子を食べて太ってると。そういうわけです。そうですね。そうなんですよ。はい、それではね、嬉しかったこと2つ目、それはですね、あの、最近行われたボクシングの世界タイトルマッチ、これでね、井上尚弥選手勝ったでしょ。あれが本当にめちゃめちゃ嬉しかった。なチャム、そうです。いやね、本当にね、もう井上尚弥さんには絶対に負けてほしくなくて、で1ラウンド目にダウンしちゃったでしょ。あん時僕本当に悲鳴上げたんですよ。なちゃん、俺悲鳴上げただろ、あん時。こっちうるさかったな。そう、びっくりしちゃって、もうでもあそこからね、折り返してくれて勝ったでしょ。さすがですよね、本当に。僕ね、ボクシング好きなんですよ。だから井上尚弥選手のことは本当に応援してて、皆さんもどうですか、あの試合見ました。なんだよ、見ました、あの試合すごかったですよね、やっぱり。さすが井上尚弥選手、これからもね、僕応援し続けるんで、皆さんももしよかったら一緒に応援しましょう。はい、そして3番目に嬉しかったこと、これはですね、実は僕去年のね、自分の誕生日の時に自分のハードディスクを誤って落下させちゃったんですよ。そしたらそのハードディスクが全く動かなくなっちゃって、そのハードディスクの中にね、何が入っていたかというと、僕のバックパッカー時代のね、世界一周の時の思い出プラス、しらす商店の創業時のすんごい貴重な写真たちがね、すんごい詰まったんですよ。でそれがもう全く写んなくなっちゃったということで、もう多大なるショックを受けたんですけども、このね、チャムさんが日本に里帰りするっていう時にね、じゃあこれを日本に持って帰ってデータを救出すると、そういう使命を負ってね、彼女は日本に向かってくれたんですよ。そして見事その任務をこなしですね、私のハードディスク復活いたしました。なチャム、本当にありがとうね。それでですね、チャムに一つ悪いことがあったっつうのはね、その男子のハードディスクだから、その自分の思い出の写真だけが入ってるわけじゃないんですよ。もう分かると思いますけどね、ちょっとしたな、女性のセクシーなな、動画とかかな、入っちゃったりするしてるんですよ。チャムちゃんのお名前でそれを復活させるという、このそう虚しさ。そうなんですよ。そういう動画って男子のバックパッカーのね、ハードディスクには絶対入ってると思う。どうですか皆さん。だからね、
僕が持ってるのも仕方ないことなんですけど、それはチャムの名前だな。わざわざお金をかけて復元するデータ、あの中のデータ選べないので、何もかも復元されるということで、チャムちゃんの名前でその全てを復活ねえ、まあ、チャムにはそれはね申し訳なかったんですけども、見事復活したということでですね、これから皆さんにね、昔のね、僕のね、世界一周旅行の思い出とか、うん、あとはしらす商店の創業秘話とかをですね、シェアしたいと思ってるんで、楽しみにしててくださいね。はい、というわけで僕の発表終わったんで、チャムどう？チャムの発表どう？あの、嬉しかったこと3つ。チャムちゃんが嬉しかったことはね、ちょっと方針を変更することにして、あの、皆さんに敬語使うことをやめるのですいません。慣れ慣れしくなりますけど、あの、嬉しかったことは、あの、何よりも、あのね、タロちゃんと久々に再会できたこと、お互い元気で、そして、チャムちゃんの一番は、やっぱりあの、ニャーボルと久々に会って、ほんで、なんか、まあ、申し訳ないんやけど、ニャーボルやっぱ寂しかったみたいで、帰ってきてからもう、チャムちゃんにずっとべったり、今までこんなことなかったくらいべったりなのがもう嬉しくてたまんねっす。ほんで、それが1、ほんで、セカンドは、帰ってきて速攻市場に復活したと。そしたら、ね、時々チャムちゃん演奏しとんやけども、その演奏の、お金を払うからまたちょっとバイトしてっていうのを言ってもらえて、あのね、バイトとしてそれができるなんてすごく、しかもブラジル人にお願いされるなんてこっち嬉しいわよ。そうだな、ミュージシャンとしてお金をもらうことになったんですよ、彼女は。まあ、あのトライアングルなんやけどね、で、それが2個目。すごいよね。あとはほんで、3つ目は、あの、おいおい太郎ちゃんが出すんやろうけど、あのサンパウロでね、いろんな素敵な女性たちに会って、ほんでごっつい刺激を受けて、それでなんかこう、弱っちい人見知りのチャムちゃんなんですけども、エネルギーをもらって、で帰ってきてフェーラーに行って、いろんな友達と再会して、基本的にはいつも受け身なんやけど、あの今回は自分から話しかけて、やっほ元気にしとったとか言って、近況話し合うという、そんなちょっとしたことでもチャムちゃんにとってはすごく勇気やったんで、嬉しいです。素晴らしい。それが3番目です。ありがとう、サンパウロの皆さん。そうだね。このサンパウロ動画、皆さん、楽しみにしてくださいね。ただし、実はですね、チャムが、日本にいる間というかね、チャムの動画もね、今、編集してんだよな。そう、チャムの、これもヨーロッパ旅行って言ってみたらいいよ、別に。そう、この後に、この後っていうか、こっから先に、チャムちゃんのその旅行をしてた映像を出すんですけど、ヨーロッパ編については、ちょっと去年のことやから、季節感がおかしいんですけど、それも見てもらえたらなということで、今一生懸命編集してます。はい、近日公開予定なんで、皆さん楽しみにしてくださいね。はい、というわけで、ちなみにチャムちゃん、嬉しかったことの他に、ショックだったことが1個あって、日本からね、ちょっといるからパソコン持ってきとんやけども、それをサンパウロの、宿泊中にゴトって落として壊した。悲しい。いや、やるよな、チャムな。僕はハードディスク落としちゃってね、チャムのこと言えないんですけど、僕らちょっとそそっかしいところあるからね、気をつけていこうな、チャム。今年はものを大事にする。はいはい、というわけで、どうだちゃん、今日はこんなもんかな。最後に、あの、元気なにゃんちゃんの姿を。あ、そうだね。はい、そしてですね、我々コメントをいただけるととても嬉しいんでね、気楽に皆さんコメントくださいね。どんなことでもいいんでコメントください。皆さんの嬉しかったことをコメントに書いてみてくださいね。はい、というわけで今日のビデオはここまでですね。また次のビデオでお会いしましょう。チャオチャオー。